さん、こんにちは。グアリーパッドです。はい、いつも応援をありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう1年あっちゅう間、12月しかももう終わりですよ、ね、今年はなんか本当に変な年でした ね、 ね、ですね。真ん中がスポット空いてね、うんうん、季節感があるようなないような、はい、そうですね。もうやっぱりなんといっても今年はもうコロナで ね、もうみんなも影響を受けてね、うん、ソーシャルディスタンスね、今ねこれももうちょっと普段も近づいてる、そうですね、近づいてるところね、うん、ちょっと話してますけどね、はい、いやまあいろいろありまして、うん、まあいろいろというかコロナがありまして、うん、まあライブなど予定してたもんがなくなりまして、なくなりました ね、イベントライブどんどんなくなって、はい、恒例の、うん、まあうん、ライブやったりとか、うん、イベントやったり、はい、海外での演奏やったりとかもね、はい、そうですね、なくなっちゃいまして、そうですね、はい、はい、もうとっても残念やったんですけど、まあそれ言っても仕方がなくて、この状況でできることを少しずつでもやっていこうかっていうので、うん、まあちょっとねライブできたりとかね、そうですね、させていただきました ね、生ライブと配信っていうね、そうですね、そうですね、新しい形もできたりとかですね、うんうん、まあなんか何はともあれというか、そういうことを通じてやっぱりあれですね、こう音楽って大事っていうか、音楽やりたいなっていうのと、うん、あとこんな中でもなんかこうね応援してもらって、変わらずねこう、はい、ブログ見てくれたったりとかね、うん、ビデオ見てくれたったりとかってい う、もう皆さんのその大切さというか、ありがたさ、はい、ありがたさが身に染みました。ひしひしとね、そう身に染みた1年やったかなって、こうね改めて本当感謝の気持ちはすごい芽生えたっていうかね、そうですね、そんな年でしたよね、うん、でまあこうやって音をね、うん、出すことの大切さ、はい、ね、やっぱりライブさせてもらうありがたさっていうね、うん、感じましたよね、本当にね、ですね、それ僕今言ったけど同じよ、ほんまそうそうそう、今なんか綺麗にまとめた感じだけど今それ言ってたよ、そうそうそういうことですよ、はい、まあそんだけ感じたということで、うん、そうですね、はいはい、やっぱどっちもなくてはならないですよ、うん、音楽もなくてはならないし、それを聴いてもらえる、聴、うん、いてくださるお客さんも大事ということも実感してですね、はい、本当に皆さん今年1年ありがとうございました。ありがとうございました、ね、本当に、はい、こんな中ありがとうございました、ね、ありがとうございましたね。まあ来年ですか、どうなるかまだちょっと分かんないですよ ね、さらにきつくなるかもしれへんし、うんうんうん、っていうね、はい、まだ先が読めないですよね、読めないですね、うん、まあでもその今年2020年でいろいろ新しい形も見えたりとかしてるんで、まあそれをうまく生かしながらとか、どうでしょう、探りながらですけどね、できることでなんかこう音楽と皆さんと楽しめることをやっていきたいですね。どうあれ自分が何にね、うんうん、やっていくしかないので、はい、このままついてきてもらえれば、そうですね、嬉しいと思います、ね、はいね、変わらぬ応援していただいたら本当嬉しいですね、まあ皆さんへの感謝の、ね、はい、気持ちを込めて、ね、最後やっぱり僕たちに音楽で気持ちを届けたいと思います、うん、楽器持ってるしね、はい、これね演奏せんやったな、飾りかな、ね、最後に、はい、あの1曲聴いていただきたいなと、はい、そうですね、曲はねクリスマスローズ、はい、僕たちのオリジナルソングですけど、まあこの曲をお届けしたいのはですね、クリスマスローズには花言葉、慰め癒しの言葉があるんで、まあ皆さん今年1年ね、もうコロナで多分疲れてる方も、僕たちも疲れましたけど、うん、皆さんをこう癒したいなという気持ちを込めて、うん、あと、もう一つですね、花言葉ありまして、私を忘れないで、私を忘れない、そうこれでね、僕たちを忘れないでほしいですね、僕らは忘れない、そうそうそう、忘れないで、そうそういう気持ちを込めてね、活動少なかったけど、この先もまだねどうなるかわからないけど、忘れずね応援してもらえたら嬉しいなという、はい、ね、気持ちも込めて、はい、クリスマスローズを最後にお届けしたいと思います、はい、今年1年本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。来年もぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、グラリパッドでした。はい、お願いします。良いお年を。